去年ジャイアンツは結構クビにしたよね。で、その選手たちが他の球団に行ってどういう活躍をしてて、どういう現状なのかっていうところをちょっとね、詳しく見てみたいと思いませんか。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、昨年2023年のオフにですね、まあ戦力外とかね、まあトレードとかっていった形でね、他球団に移ったジャイアンツの元選手たちの現状というところをちょっとシンプルにね、僕知りたいなと思ったんで、今日ね、皆さんに共有させてください。はい。で、去年ですね、まあ他球団に移った選手で、他の球団でまだ野球を続けている選手は9名いまして、その9名のまあ現状のね、成績であったりとか、僕が思うその選手に対する印象であったりとかっていうのを今日ちょっとね、お伝えしたいなというふうに思ってます。はい、じゃあもう早速ね、一人目からね話していきたいと思うんですけども、まずはピッチャーいきます。はい、まずピッチャーですね、この方です。はい、日本ハムに行きました、鍵谷投手ですね。はい、まあ育成契約というところで、日本ハムに行ったんですけども、まあ未だまあ育成なんでね、1軍登板はなしというところで、2軍で言うとですね、11試合投げておりまして、防御率が 1.26 で0勝0敗、ウィップが 1.05 という形になってます。はい、まあ支配下の期限はですね、7月末まであるので、まあね、まあこの成績、まあしっかり安定してるんで、試合下にね、上がる可能性っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあその日本ハムに、移籍というか、移られた際にはですね、まあ将来コーチとしてっていうポストも用意されてるみたいな噂もね、ちょっとあったりですとか、もともとね、ジャイアンツにいた時からめちゃくちゃ人柄良かったんでね、人柄であったりとか、思いやりがあったりとか、めちゃくちゃまあ後輩からもめちゃくちゃ好かれてた選手なんで、そういったところも、まあ日本ハムね、もともといらっしゃった球団なんで、その球団もね、鍵谷さんの人柄というところは分かってると思いますんで、そういったところもね、ちょっとね、今後注目してね、見ていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ次二人目ですね。はい、三上投手になります。はい、三上投手の場合は NPB の球団ではないんですけども、新潟アルビレックス BC に、今行っております。まあ、新潟といえばですね、今年から2軍の、ファームのね、公式戦に、まあ、参入された、球団なんですけども、まあ、そういったところで、まあ、1軍登板はね、まだ未だなしというところ。で、1軍登板を果たすためには、やはりね、新潟から他の、まあ、12球団の球団に移ってっていう形になっていくんでね、そこをね、また、そういう風に復帰するために、まあ、プロの NPB からのオファーがなかったんだけど、まあ、新潟に行って、ファームで、NPB の球団と、まあ、試合をして、その活躍であったりとか、現状っていうのを、まあ、その他の球団の編成たちに、まあ、しっかり見せて、で、7月末までに、その球団に移って一軍で登板するというところを目標にね、やってらっしゃると思いますと。で、まあ今現状新潟でですね、24試合投げておりまして、防御率が 3.13、2勝2敗、1セーブ、ウィップが 1.13 というところで、まあちょっとまあ微妙かなっていう感じはありますと。うん。まあ、もともとね、まあ、ベテランで、コントロールをね、コントロールであったりとか、横の揺さぶりであったりとか、まあ、ワンポイントという形にも、なると思いますからね、そういったところで、存在価値というのを、いかにこう、編成であったりとか、他の球団、12球団の NPB の球団に出していけるかっていうのが、これからね、非常に、重要になってくるんじゃないかな、というふうに思います。はい、次ですね、これになります。はい、ホーリーですね。堀岡投手。はい、DeNA に育成で入りまして、先日ですね、なんと試合下になりました。おめでとうございますというところで、まあ非常にね、僕もね、何回もブルペンじゃないわ、バッテリー組みましたし、すごくいいピッチャーでしたね。はい、で、
まあ今現状、まあ試合前に上がったんだけど、1軍での登板はまだなしというところで、2軍の成績はですね、19試合、防御率が 3.72、1勝1敗、3セーブ、WHIP が 1.29 というふうに形になっています。まあその、元々ね、堀岡投手の場合はですね、まっすぐ、強いまっすぐと、フォークというところ、まあスライダーでやってるか、まあ曲がり球もありますけども、まあ主にその2つで、バッタバッタ三振取っていくというような、まあ力投型というかね、本格派の、まあ抑えというか、中継ぎになりますと。まあ、巨人はですね、巨人の時はですね、ちょっとコントロールに苦しんだりとか、まあちょっと、まあ好不調の波があったりとか、まあいろいろありましたけども、まあしっかりね、その DNA が取ってくれて、で、育成のままに終わらずにね、しっかり支配下、それにましてやね、今の現段階でもなってるわけですからね、一軍の戦力として、まあ認められてるわけですから、そういったところで今後ね、一軍での登板、もしかしたら、巨人戦にね、投げてくるみたいなところもあるかと思うので、そこはね、しっかりね、忖度なくね、ピッチングを僕もね、解説していきたいなというふうに思ってます。はい、次ですね、ちょっと野手いきます。まだ、ピッチャー他にいるんだけど、ちょっと順番がね、左右してしまって申し訳ないです。はい、中島さんですね。はい、中日に行かれましたよね。はい、まあ大ベテランの中島さんなんですけども、まあ今現状で言うと、まあ中日で行ってね、一軍で9試合で、0割と、っていう形になってます。で、二軍でも11試合で、打率が1割3分3厘、1打点、OPS が483という風になってます。まあ、なかなかこの成績じゃきついなっていう感じがしてて、で、ちょっとまあ、炎上じゃないんだけど、ちょっとね、まあ、X とかかなあで、ちょっと話題になってたのが、その、この今の言った成績で、まあ、一軍昇格したんですよ。ほんまについ先日、まあ、昨日か一昨日ぐらいに、一軍昇格したんですけど、ちょっとね、これに対して、まあ、中日ファンであったりとかっていうところが、この成績でなんで上がんねんみたいな、ちょっとね、批判があったりとかしてるんで、やはりまあ選手からしたらですね、まあそうやって言われるっていうのは、まあきついと思うし、まあ結局ね、まあ選手が上がりたいって言って上がれるわけじゃないので、結局その首脳陣とかが上げるっていう形で上げてるんで、まあ選手にはね、ちょっとその意見っていうのは厳しいというか、しんどいかもしれないけども、やはりね、まあプロスポーツの世界っていうのは、やっぱ、まあ結果でね、ファンの方がまあ言うだろうしっていうところで、まあ中島さんも、まあこういった成績で上がったんだけども、まあ上がったらその代打の切り札とかで、そういったところで存在価値を出していけると、またね、ファンの方の見方っていうのも変わってくると思うので、そこはね、これからの中島さんに、期待したいなというふうに思っております。はい、次ですね、野手になります。はい、勝木ですね。はい、オリックスに行きました。126番で、今、育成選手になってます。まあ、育成選手なんで、1軍での出場はなしと。で、2軍では、27試合で、打率が1割6分7厘、0ホームラン、7打点、OPS が512というふうになってます。まあ、やはりこの成績だと、なかなか試合がもう、厳しいんじゃないかっていうところはあります。まあ、怪我人が出たりとかしたら、また別だとは思うんですけども、少し、この成績じゃきついんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、巨人の時もそうですし、まあ、ロッテの時もそうですけども、やはりね、バッティングというところがね、思い切りの良さであったりとか、パンチ力っていうところをまあ評価されてね、まあ、プロにも入ってきてるわけですし、プロでもね、そういった、キャラクターというか、そういったところで、価値がね、価値を出してる選手なんですけども、なかなか、今の成績を見るとですね、これはちょっと厳しいなっていう感じはするし、まあ、僕もね、オリックスのね、試合見れてるわけじゃないんですけど、その、成績だけ見るとですね、まあ、これはちょっと厳しいやろうなっていう感じは、してますと。はい、次ですね。はい、僕の同級生、誕生日1日違い。はい、こちらの選手になります。すいません、字が汚くてね。はい、栗原じゃない、桑原投手ですね。はい、僕今言いましたように同じ同期入団なんですよね。ドラフト1位で入ってきて、僕誕生日が1日違いというところで、僕が3月25で彼が 3月26というところで、なんかすごく、栄養を感じる選手ではありますと。で、ソフトバンクに入って、育成のソフトバンクで入りまして、
で、まあ、主に中継ぎとしてやってますと。で、2軍で17試合で防御率が 1.66。で、2勝0敗。2セーブ。ウィップが 1.38 というところで、比較的いい成績というかね、めちゃくちゃいい成績を出してるんじゃないかなというふうに思います。試合外だった堀岡選手よりも、まあ、成績で言うと、桑原選手の方が、まあ、成績を出してるんでね。その成績を出してでも、まあ、試合外に上がれないっていうことは、まあ、やはり戦力の層の厚さであったりとか、まあ、ソフトバンクね、すごく育成選手が多いとかいうところもありますし、まあ、ピッチャーはね、いいピッチャーはね、いくらいてもいいと思うんですけども、まだ上がれてないっていうのは、まあ、そういったところではないかなというふうに思います。まあ、ジャイアンツ時代はですね、まあ、先発やったりとか、長継ぎやったりとか、まあ、いろいろ、まあ、フォームを変えたりとか、まあ、いろいろこう、試行錯誤をしてました。で、苦労してました。で、まあ、監督がね、安倍監督になって、大学の先輩というところで、まあ、その、桑原も、まあ、残るかなっていうふうには思ってたんですけども、やはりね、ちょっとまあ、現実は厳しくて、まあ、桑原クビになってしまった。まあ、逆に言うと、まあ、親心じゃないけども、まあ、他の球団に行って、評価してくれてるところに行った方がいいという、メッセージの裏返しだったのかなというふうに思うので、まあ、今現状ね、成績だけ見ると非常にいい成績を出してるんでね、このままね、7月末までに、しっかり成績出して、試合外に上がってね、PayPay ドームとかっていうところで、投げていってほしいなというふうに思ってます。はい、次ですね、野手。またソフトバンクになるんですけども、これですね、ウォーカー選手ね。はい、もうめちゃくちゃ期待されて、まあトレードという形でね、入っていきました。で、ジャイアンツには高橋玲投手と、まあ高橋玲投手と、泉投手ね、が入ってきました。で、成績見ると、1軍で20試合、打率が1割6分9厘、1ホームラン、3打点、443OPS。で、2軍では30試合、で、1割9分8厘、3ホームラン、12打点、OPS 581というふうになってます。まあ、これじゃなかなか出れないよね。どう考えてもね、もう打の選手、もう打しかない選手なんで、まあ、その、初め移籍した時はですね、まあ、DH 枠というかね、そういったところで、まあ、その、ね、言われてましたと。まあ、山川選手がね、入る前だったと思うんです。さっき決まったのがね、ウォーカーだったと思うので、そういったところで、まあ、DH をウォーカーにして、みたいな感じだったと思うんですけど、まあ、山川選手が入ってきて、まあ、DH 山川選手が入ったりとかね、いろいろしてますというところで、まあ、1軍に置いたり、2軍に行ったりとか、まあ、いろいろしてますけども、やはりまあ、この成績者、どちらも1軍でも2軍でも1割台だし、で、ね、ペイペイドームは、まあ、昔より狭くなったんで、まあ、ホームランが出やすいっていうところになってるんだけども、ホームランもね、1軍で1本、まあ、2軍で3本というところで、ちょっとこれじゃきついなっていうところあるんで、まあ、ウォーカーの存在価値ってまあ、ダーというかね、棒の方というか、打撃の方なんで、そこでね、やっぱり成績が振るわないと、やっぱ試合も出れないし、ウォーカーいるのみたいな感じにもなってくるんでね、そこはね、これから巻き返しっていうところに期待したいなというふうに思います。はい、で、次、この選手。皆さんが大好き。この選手。はい、中田翔選手ね。はい、まあ、いろいろ、まあ、批判ありますよね、今ね、中日ファンの方ね、結構 X とか、まあ、YouTube で言われたりしてますけども、まあ今現状ね、成績見ると、まあ48試合、打率2割2分5厘、3ホームラン、18打点、OPS583 という風になってます。まあ僕も、まあ中田翔選手に対してね、まあ動画上げたりとかありました。で、まあ移籍というか、オプトアウトを行使して、まあその、他の球団に行くっていう風な話。で、2年6億かなっていうところ、まあ1年単年で言うと3億かっていうところを、契約を破棄して、で、中日移ったと。で、中日でも、その同じ、2年6億かな、1年3億というところで契約結んでますというところで、まあ、その、まあ、ジャイアンツファンからしたらですね、まあ、いろんな声ありまして、まあ、僕の中でも、まあ、1年3億の価値は正直ジャイアンツにいる時はなかったかなっていうふうに思いました。で、まあ、岡本選手の守備位置であったりとか、まあ、中田選手のね、怪我の、まあ、多さであったりとか、まあ、いろいろあって、まあ、やっぱ試合に出たいというところで、まあ、中日に移られたと思うんですけど、まあ、やはりね、今現状ではやっぱりこの成績多分きついと思うし、やっぱ、ちょっとお荷物じゃないけども、そういった風に、比喩されてるというかね、表現されてるファンの方もいらっしゃいますんで、まあ、こっからのね、巻き返しっていうところには期待したいんですけども、
やはりね、まあ、開幕時はね、すごく打ってて、調子が良かったんだけども、そっからね、ちょっとこう、怪我したんかな？怪我して、まあ、まあ、無理をして帰ってきたみたいな状態もあったと思うんです。それで打撃を崩してね、現状この打率というか、この打撃じゃ、ちょっとね、これ、まあ、きついよねっていう感じはするし、まあ、立浪監督もね、いろいろこう、采配をね、こう、いろいろ変えたりとか、スタメンを変えたりとかしてますけども、やはりこう、中田選手にこう、中軸を打ってっていう、初めのビジョンから結構ずれてるなっていう感じはするし、まあ、細川選手とかが結構やっぱり、中田選手のこの不振でね、結構この、なんて言うんだろう、負担が高まってるみたいなところもあるので、そこをね、中田選手これからね、ちょっと、まだ試合数ありますから、みんなを見返してってほしいなっていうふうに思ってます。で、最後です。はい、僕、同級生です。はい、北村匠海です。はい。現役ドラフトでね、ヤクルトに行きました。で、まあ非常に、まあ今でもね、連絡めちゃくちゃ来ますし、はい、はい、すごく仲いい選手の一人です。はい、で、今、1軍でですね、31試合、打率が1割6分7厘、3打点、OPS が457、1軍でね。で、2軍で、16試合、打率2割9分6厘、5打点、OPS 633というところで、やはりまあジャイアンツにいた時からそうですけども、まあ2軍のレベルだとですね、まあ打撃の部分で言うと、まあ大体3割ぐらいは打率残すし、すごくいいバッターなんですよね。で、まあヤクルト戦をね全部見れてるわけじゃないんですけども、今現状まあ31試合っていうところなんで、まあその結構ね、ジャイアンツにいた時よりは絶対出てるなっていう感じはしますと。で、まあジャイアンツ戦のお話になるんですけど、ジャイアンツ対ヤクルト、まあ今日からも始まりますけども、まあ大体、まあ後半の代打であったりとか、代打からの守備固めみたいな感じで出たりとかね、結構そういった、まあスタメンで出るかって言われると、まああんまりそうじゃなくて、まあ後半のね、勝負どころの代打であったりとか、守備固めっていうところで出場しているのが非常に多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、ちょっとまあ匠に対してちょっと思ったのが、まあ匠って本来、まあその結構長距離とか、パンチ力があったりするバッターなんですけども、やはりまあその代打とかそういった少ない打席で、あるから、少ない打席の影響からかもしれないですけども、ちょっとまだね、未だ、1軍2軍通してホームランがないっていうのは結構ね、この僕の中で、あ、大丈夫かなっていう感じはしてて、まあその打撃のスタイルを変えたのか、ちょっとそこはね、僕も詳しく見れてるわけじゃないんでわからないんですけども、まあそこをね、まあ守備ももともとすごく上手いですし、スローイングも安定してるし、で、バッティングもね、すごくいいっていう風なね、僕は思ってますんで、そこをね、まあ現状で、まあ31試合出てるんで、まあこのままいけば、まあ100試合、近くね、出れる計算にはなってくるんでね、彼で言うたら、まあ、そのキャリアハイの試合出場になると思うので、そこはね、後半の守備固めであったりとか、代打かもしれないけど、初めはね、そこで、やっぱり結果を出してくると、じゃあスタメンで使おうかとか、まあ、いろいろね、そういった話にもなってくると思うので、そこはね、匠ね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日はね、ちょっとね、またね、どんな企画やねんっていう風なね、ことを言われるかもしれないけども、今日はですね、まあその、まあシンプルにね、僕疑問がね、あったんでね、こういう企画をさせていただきました。まあね、ジャイアンツファンの人だったらね、去年までいた選手が、他の球団についてどういう、活躍をされているのか、どういう評価をされているのかっていうのは、まあその知りたいと思うであろうというふうに思いまして、こういう企画をさせていただきました。まあその、僕もね、日々ね、いろんなデータ見たりとか、いろんなまあ記事とか見たりしながら、こういう企画どうかなとか、いろいろ考えたりしますんで、ぜひね、コメント欄でもこういう企画やってほしいとか、こういうなんかこう、切り口でね、やってったら面白いとか、そういったアドバイスも僕全部見てますんで、ぜひね、そういったコメントも、まあ、この動画の内容に対するコメントもそうですけども、いろいろね、皆さんで、コメントし合って、やり取りし合っていただけると非常にありがたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。